バウアー、人生最悪の試合だった。新作動画公開。タイトルが直球すぎ。軽く見たけどちゃんと客観的に自分を見れてて偉いな。あの機械音が癖になっても打てる。頼むから普通の音声にしないでほしい。ちゃんとアジャストしようともがいてていいな。それだけでペニーより上だわ。さすがにメジャーでただのローテ P だったやつとサイヤング投手は比べられねえわ。オチの映像はロタ。普通に構成うますぎだろ。下手な YouTuber よりよっぽどおもろいぞ。てかこいつ今永好きすぎやろ。1分で何回出てくんねん。さすが哲学者やな。博識同士通じ合うんや。開発投手でお茶吐き出したわ。開発投手って何かと思ったら育成か。動画撮ってるから真剣じゃないとか言うやついるけど、ちゃんと努力してるよな。あとは結果だけ。最後自分にブチギレ編集やん。普通にバウアーとか知らんでも見応えあるのはさすがやな。これがなんでメジャーでは嫌われてるんや。そらもう煽りまくりだからよ。プロ野球の裏側を見れるし面白いよな。遠征とかの段取りとか興味深い。これだけ現状を受け止めてるだけで神助っ人の素養ある。ラミレスも日本野球を受け止めてから神助っ人となったし、これからマジ期待しかない。リーグ最低投手からリーグ最高投手に駆け上がったら最高やな。バウアーの YouTube を見ていない方もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。